すみれ北条民雄。昼でも暗いような深い山奥で音吉じいさんは暮らしておりました。3年ばかり前におばあさんが亡くなったので、じいさんはたった一人ぼっちでした。じいさんには今年20歳になる息子が一人ありますけれども、遠く離れた町へ働きに出ておりますので、時々手紙の便りがあるくらいなもので、顔を見ることもできません。じいさんは本当にわびしいその日その日を送っておりました。こんな人里離れた山の中ですから、通る人もなく、昼間でも時々フクロウの声が聞こえたりするほどでした。とりわけ寂しいのは、お日様がとっぷりと西のお山に沈んでしまって、真っ黒い風が木の葉を泣かせる暗い夜です。じいさんがじっといろりの横に座っていると、遠くの峠のあたりからぞーっと肌が寒くなるような狼の声が聞こえてきたりするのでした。そんな時、じいさんは静かにいろりに手のひらをかざしながら、亡くなったおばあさんのことや遠い町にいる息子のことを考えては、たった一人の自分が悲しくなるのでした。おばあさんが生きていた自分は、二人で息子のことを語り合って、お互いに慰め合うこともできましたけれど、今ではそれもできませんでした。来る日も来る日も何の楽しみもない寂しい日ばかりで、じいさんはだんだん山の中に住むのが嫌になってきました。ああ、嫌だ嫌だ、もうこんな一人ぼっちの暮らしは嫌になった。そう言っては、今まで何よりも好きであった仕事にも手がつかないのでした。そしてある日のこと、じいさんは膝をたたきながら、そうだそうだ、わしは町へ行こう。町には電車だって汽車だって、まだ見たこともない自動車だってあるんだ。それから舌のとろけるようなおいしいお菓子だってあるに違いない。そうだそうだ、町の息子のところへ行こう。じいさんはそう決心しました。こんな素敵なことに、わしはどうして今まで気がつかなかったのだろう。そう言いながら、じいさんは早速町へ行く支度に取り掛かりました。ところがその時、庭の片隅でしょんぼりと咲いている小さなスミレの花がじいさんの目に映りました。およと言ってスミレのそばへ近寄ってみると、それは本当に小さくて寂しそうでしたが、そのかわいい花びらは澄み切った空のように青くて宝石のような美しさです。わしはこの年になるまでこんな綺麗なスミレは見たことはないと思わず感嘆しましたけれど、それがあまり寂しそうなので、スミレスミレ、お前はどうしてそんなに寂しそうにしているのかねと尋ねました。スミレは黙って
何にも答えませんでした。